芸術産業館、ナショナルモール側から。芸術産業館は、アメリカ合衆国首都ワシントン DC にある、博物館の名称を。首都中心部のナショナルモール沿いに位置し、スミソニアン協会の運営するスミソニアン、博物館群の一つである。また、数ある、スミソニアン博物館の中で、芸術産業館は2番目に古く建設された、博物館である。産業館の位置は、 国立アフリカ美術館とハーシュホーン博物館の間にあり、ジェファーソン通りに面している。通り道路側からの南入り口とナショナルモール側からの北入り口がメインエントランスとなる。ワシントンメトロ地下鉄を利用し、スミソニアン駅で下車すると近い。2006年現在は改装のため開館しておらず、工述する館内の一部施設のみ利用できる。設計した建築家の一人、 アドルフ・クラス。当時の国立博物館を背にスミソニアン協会撮影。産業館建物は当初1877年にアメリカ合衆国連邦議会へ建設案が提出され、その後アドルフ・クラスポール・シュルツ建設会社が国立博物館としてデザインし、1881年に開館されたもの。開館した同年に、 アメリカ合衆国、第20代大統領ジェームズ・ガーフィールドの就任舞踏会が行われたことでも有名である。開館した頃の博物館は、左右対称、中心のロタンだと、ギリシャ式の十字架を主とするデザインで構成されていた。さらに外観は、幾何学模様のレンガでできた外壁で構築され、彫刻家のキャスパー・ブバールによる、 科学と産業を守るコロンビアと名付けられた彫像も、すでに北側メインエントランス上部に設置されていた。産業館内館は、天窓とクリアストリーの利用により、部分的に明かりが差す設計になっていた。1883年に、外観はより明るい栗色のレンガを使用して、整備された。1910年にはこの国立博物館内に展示されていた。 スミソニアン協会所有の自然史に関する収集品が国立自然史博物館に移されることとなり、また博物館の名称が現在の芸術作業館へと改められた。その後1940年代後半には保管できる施設や場所がないなどの理由から現在の国立航空宇宙博物館が所有する。 航空や宇宙に関連した収集品の一部も収容していた時期があった。1964年、それ以前から保管されていた残りの展示品が当時の歴史科学博物館へ移動された。芸術作業館は1976年に上地の展示品のみの博物館として再び開館した。こうした上地の展示品には1876年に フィラデルフィアで開催された世紀博覧会で展示された世界中からの実に多くの作品群が含まれていた。また、同時期にディスカバリーシアターとして親しまれている子供用劇場も館内に新しくオープンした。以降、芸術産業館は現代芸術などの作品を専門に収容する建物となった。2004年に芸術産業館は改装のため、 再び閉館となった。一般の観光客は子供向けのディスカバリーシアターのみ利用できる。ありがとうございます。